なんかあったような気がしたけど忘れちゃったな。ディスクシステムで何かやろうと。ディスクでセラピーは難易度高いですよ。いや、いけるはずだ。あー、どうしよう。どうしよう。所長の仕業に違いないわ、コツ。おっ、おっ。え、まだ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 、ディスクまだね。わ、コツです。いやー、第3号からはきついなー。佐藤さん、おじいちゃんいらっしゃい。あー、しま、ケースが残っちゃった。よし。いや、仮面ライダーブラックはね、これね、ちゃんと新品で買ったから、箱節付きが絶対どっかにある。へぇー。もう寝ようと思うんですけど。はい。寝てください。コツ&ジェントルラーメン。メガドラほどの効果はなさそう。そうだなぁ。ブンゴさんでいいのかな。いつもなんか何回も俺名前聞いてるけど。癒され答えられてない気がするんだよ。ルセムさん、オレンジさん、ケロさん、マユパンダさん、ここ、コロコロさん。ここ、ヤフオクで MSX のソフトウェア。はい。チサさん、左上さんいらっしゃい。うん。楽しいよなぁ。あ、やっぱそうなんだ。ブンゴ。ブンゴってどこ？ブンゴの国。いやー、九州だ。ああ、ひっくり返してって言ってた。この、まあ、間の映画探しのカエルのやつ、世界、あ、マジで？え？世界昔話を見つけました。動画あった？でも、なかなかのチョイスダブルナゾラランド。ナゾラランドってやっぱ、なんだろう、ディスクシステムの中で結構思い出深い。ただね、第3号なんだよね、俺1号、2号が好きだった。どこにあるんだろうな。どっかにある。いいとこが書き換えたんじゃねえかなあれも。俺だって手放すことないもん、このゲーム。え、ビンゴ？ビンゴ？ザナドゥ。おぉ、ひっくり返、もうちょっと、ひっくり返す率高いな。URL 省略。これでもさ、これ探してる人いないんだよ、多分な。え、なんか、あ、あったね。ちょっと待って、これ開いとくわけにいかないわ。あ、始まっちゃった。なんだっけ、これ。あーっと、待って。どういうルールだっけ？しゃがめないんだっけ？あれ？ナゾラーランド？そう。老若男女さんよし。あ、なんか上を通っていいあれがあるのか。なんだっけ？URL 省略。カエルが鳴くと雨になるわけ。はい。あ、そうだ。あの矢印の真上を通ると、なんか、一個タイルが減るんだよね、これ。あ、パズルゲームです。あー、ダメじゃん。え、終わり？ちょっと待って待って。もう通れない。あー、真下にしか落ちられないのか。じゃあ、絶対ダメじゃん。セレクト。はい。ファミコン品主体でしか見たことがない。何が？ナゾラランド？ロックマンポーズだよ。若干ロックマンっぽい。危ない、危ない、危ない。あ、いや、無理。ここ、まず一個も通らずに。あ、無理か。めんどくさ。うわっ。めんどくせ。あそこを通るしかないのか。ここしかないんだな。怖い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 。あっつ、あっつ。あ、危ない。はは。通っちゃった通ったのに戻ってきちゃったよ。あ、ダメだ。ダメだ。一面もクリアできないのか。わらわら。どうしよう。さすがサンソフトだ。あぶね。部屋の上ではスカートが。え？嘘。そういうこと？あ、ダメだ。ここだけ、いや無理か。スペランカー。で、あ、で、で。なんか処理が落ちた今。ほい。ここは通らないわけにいかないから、あそこは下通れるな、でも。あっこ下通れるな。ああ、危ねえ。よし、カープどうした？にじるさんいらっしゃい。ディスクの出し入れが好きでした。そう。アデイさんいらっしゃい。そうなんだよね。ディスクのこの入れ替えっていうのがすごいなんか子供心にこう、ちょっと作業感があって。なんかちょっと、なんつうんだろう。危ねえ。独特な作業感があって。あ、これ無理だ。こっちがダメだったらあっちもダメだし。いや、ここは通るしかないんだな。ゴーファーの野望残り4日で1000円入札1。ゴーファー、やった。リミック好きってやつか、わら。これってどうやって戻れるんだろう。簡単に。ギミック。BGM やたらいいですね。ああ。
BGM 実はね、爆風ともちゃん1作目がいいんですよね。これは2作目なのかな。あ、リセットしたらすぐ戻った。お便りコーナー、これドット絵だよね、確か。ドット絵、いろんな3ソフトのドット絵をみんなが投稿してきたやつが見れるっていう。じゃあこれを見ながら次何やるか決めようか。前にシール剥がされてたディスクのソフト山積みになってたけど中身わかんなくて怖かった。まあ書き換えを生ディスクとして買えばってことなのかな。剥がす必要があったんだろうか。でもディスクって結構すぐ壊れるからね。ちょっとでもなんか触ったら壊れたりするし。信頼の信頼を失った。なんだって。ああ、これダメだ。これはダメ。あれ？パッと見ただの黄色いフロッピー。あれこれ俺やってないゲームがあるな。黄色いフロッピーそうだな。フラッシュ、違う。なんだっけ？あれ？これちょっと待ってね。あれ？なんか俺変なゲーム持ってんな。こんなん持ってたっけな。いつ手に入れたんだろう。おかしい。やろう。多分、俺がゲーム屋の店員の時に手に入れたやつだな。あれ？仮面ライダーブラック？あれ？ちょっと待って。仮面ライダーブラック？あれ？あった。いいとこが書き換えたあれがあった。ユウさんいらっしゃい。ファイアロック、ファイアーバムならあるかな。ちょっと待ってね。これがこうか。長いな。なんか、宣伝が入ってるのかな？20歳でお子さんがいる？何の話してんの？俺の知らないところで。そういえば未だ解決してない倉庫版案件のやつが見つかるかもしれませんね。マジで？手当たりしてけば。じゃあエレクトリシャンは？エレクトリシャンは、エレクトリシャンないかな。松島くんちで散々やって、なんかこれは買うべきではないと。おお、なんか画面が揺らいだ今。ああ、ちょっと待って。ここか。残念。わら。よし。エレクトリシャン欲しい？ちょっと待って、これお便りコーナーじゃん、ただの。ちょっと待て、ただのお便りだった。違うんだよ、俺が見たかった。ドット絵募集のコーナーが見たかった。これがちょっと俺やった記憶がない。正確にはムズマイナス1500で採用されたクイックディスクだったはず。そうそう、クイックディスクだね。フラッピーリミで、でもそのクイックディスクと呼ばれてるディスク自体見たことないんだよね。全然普及しなかったのかな。フラッピーリミテッド。リミテッド。うん。黄色いやつ？ああ、そうね。エレクトリシャンは個人的に、ああ、これやったな。思い出補正だろ。だから俺の中で思い出補正で、あれはつまらない。あれと、ウィンタースポーツみたいなやつと、なんだよ、タイタニックミステリーだっけ。あれ全部松島くんちでやったやつ、全部なんか嫌な、変な思い出になってる。え、スタート押せって。おぉ。あとサイコカリバー、わら。何ちゃん、何これ。怖い。じゃあ正義？あ、それネクロマンサーだ。うい。ちょっと何やろっかなぁ。びっくり。自分で作っといてびっくりした。ペルソナ4のディスクカードが出てきて。若干びっくりした。ムズ1500くらいしか採用してなかったかも。かわいいねんって何か。これゲームなのこれ。一時期までなんかエンディング寝説があったよね、このゲーム。歩きが遅い。いや、なんかね、違うの。加速すんの。お、最初遅いけど加速すんの。あ。私綺麗、怖っ急だな、お前。タコにぶつかって泣いてる最中に言ったよ。加速。これもミニゲーム集かなんかでしたっけ。いや、スヌーピーがいるんだけど大丈夫？スヌーピーがいるんだけど大丈夫か？おい、完全スヌーピーだろ、お前。クイックディスク、MSX とワープロですな。ああ、ワープロ。ゼルダ風視点多かったよね。わら。いい天気だねん。わら。これにも倉庫版っぽいのあるのかしら。怖い。時間。この加速していく感じ？加速押せ。スヌーピー、え？敵じゃないらしい。女の子向けってのを勘違いしてる気がする。確かに。ピンクのワニってお前。なんか漫画があったらそんな。やっぱワニはダメなの。ごきげんよん、ギョン。
すごく怖い。これなんか変にあのサイレントヒルとかより怖い。いやこれココナワールドです。ソフウェルの悪夢だね。ソフウェル怖いわ。いやーな、村雨寺やりてえな。わこつのつー。はい、兄さんいらっしゃい。さあ、あれファイヤー、うん？ファイヤー何言ったっけさっき。誰あるって。ファイヤー、違う。ファイヤーロックか。ファイヤーバムならあるけど、ロックはわからんで、ファイヤーロックないな。じゃあやるか。ジャケット墓は行っかったようなココナワールド。うん？うん？ジャケットか、あ、そうね。イラストがちょっとなんかアニメっぽい。じゃあみんなが大好きなやつをやろう。俺は嫌いだけど。やべ、飲み物用意しとけばよかった。あー、いや、ちょっと最近ちょっとなんだろう、心臓を鍛えてるんですけど、一日目やばかった。なんかすごい心臓に違和感があった。始まらなかった。ファイヤーロックのあの松明投げまくり。あー、わかる。だけどしょうがない。わかる。あれ俺好きよ。ファイヤーバムより好きだ、多分。こっそりサイド B。右下でピースしたやつムカつくわ。みんな大好きぷよぷよ。ぷよぷよはディスクファン持ってないね。この横スクロール頑張ってる。スペースアリア2の3面。あら。テンポ悪いな、ディスクシステムって。これで任天堂はディスクを嫌だったのかな、光ディスクとかな。ちょっと待って。ちょ、避けた。バカ、避けちゃう、避けちゃう。おいおい。ジベリー綺麗に避けたもんな、今。疾走感はあるよな、でもな。え、そうよ、バカ、危ねえ。ディスクですよ、これ。いや、ディスク版をロム版にしたのが、っていうかカセット版にしたのが JJ。 JJ って何の略だろうね。シューティングじゃなければもっと好きだったのに。いやもう、そっか、そこはスペースハリア急、急だよね。急に割り切ったよね。何をパクってましたっていうのはそこを出したかった。いや、これでも飛び出すメガネで。いや、これでか無理か。暗いな、これ。飛び出す設定ってなんであんな暗いの。薬。これなんだっけ、早くなんだっけ。URL 省略。はい。JJ すげー飛び出すんだよ、マジで。ただ、ちょっと待って。いやー、ちょっと俺がね、いろいろ撮ってないから、じゃないこれ。シェンムーのガチャのイメージしかないわら。何の話だよ。ナシャジベリー撮る瞬間、ちょっと若干これ、嘘。赤と青で立体感出すからね。ああ、そうそうそう。でもなんか暗くするのは、もうあれ、背景が明るいとダメだったんだろうね。またいいよ、もう。もういらん。戻らされてっからもう一回出ちゃうってるだけだろ、これ。あの白風船は。いらん。うわ、空中で当たったことなんかなかなかない。弾撃ちてー。なんでこんなに不自由させんの。最初から撃たせろよな。さっきの白犬くんのバイクを正面から見たような遠方。イエス。でもよくできてんだよ、この地面の感じとかさ、この市松模様。ふう。危ない。これセガのやつ。セガのやつのパクリのやつだ、これ。あいや、取りたくないばかりに。せめてボスまで行こうか。3D ホットラリー？危ない。コメント読んでると死ぬ。先進めねえじゃん、これ。これ斜めに走ってると当たんないんだっけ？そんな、子供時代のそんな攻略法。当たりそうだな。うーわ。やっぱわら。わかる。この感じね。この感じとかね。なんか、パッケージの感じっぽい。このジャンプのポーズが。もういいってだから。あれ取らないといけないの？確かに。ああ、また来た。来た。弾撃てる。なんだっけ？取っちゃダメ。取ったところでな。ジャンプのポーズね。そう、ジャンプのポーズがね、これなんと。うぃー。うふぅ。嫌いではないけど好きじゃないな、俺別にこれ。なんか、
なんだろう、やっぱり面白くない。純粋に面白くない。ジャンプ感はいいな。デコジャンプ。そうだな。所長さんおっす。メソさんいらっしゃい。そう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 。うん、いや、そうね。だからそういうゲームにすればよかったのに、なんか、やっぱね、ジャンプアクションゲームにすればよかったんじゃない？弾出たら。変わんないよね。あ、キノコ、キノコ。キノコ危ない。危い。てか、ボス遠くね？本家より遠くない？もういいよ。もう飽きた。いけるか？来た！これね、3D にするとね、敵がね、通常時より手前に来るんだよね。寝ますね。どうでもいい。あ、いなくなっちゃった。あ、やべえ。なんか今、帳尻合わせのために消えてた。似てるって言っちゃダメ。なんでこうしちゃったかな。ねえ、ここだけ急だよね。そう、急風にスペースハリアになるって。いや、それだけ売れて、ね、ヒットしてたんでしょ。実際によくわからないキノコを拾い食いするとわかるけど、めっちゃ危ないからね。危ねえ。キノコ。なあ、ほんとだよ。これなんて、スクエアの、スペースハリア？なんて言えんの？なんて、落ちた。あ、いいね。これね、ボスまで行けなかった人でもボスが見れる。しかもこの 3D でね。いやー、このウィアウォール、よく考えたらこのすぐ右側に飛び出すメガネが、飛び出せメガネがあるんだけどさ、かける気にならん。やばい、ディスクシステム時間かかんな。コミさんがありがとうございます。よろしく、これからはよろしく。コピーするとスタックロールが流れるという。へぇー。そうなんだ。机にはハドリメイクすべき。よりスペースハリアに似せてほしいね。なんかめんどくさいんでずっと飛べるようにしますみたいな。で、ずっと弾も撃てるように、無限に撃てるようにしますっていう。緑のキノコを躊躇なく。で、あの炎をもっと上までね、伸ばして。ほんとだよ。一気増えるってどういう現象だよな。気が大きくなるのかな。おっ。なんかディスクに初めてコピーガードつけたゲームって聞いた。へぇー。赤いキノコででかくなるしな、わらわら。気持ちが大きくなってんのかな。あ、重い。重いな。きっと脱法キノコ。無駄にソニーの 3D のヘッドマウントディスプレイに対応。わら。アイドル、投資。自分が増えるのってどういう気分かを聞いてみたい。ねえ、ほんとだよ。なお村。あ、ニューゲームってやるとこうなっちゃうのか。コンティニュー。え？やべ、続きからだ。どこの続き？しかも誰の続きなのこれ。ディスク。ね。俺このゲーム、ちょ、ヤギちゃんいらっしゃい。はぁ、来週の。そう、裏返してください、そうよ。これがディスクシステムですから。あー、ここじゃない？ヨシヒラってお前バンドのあれだよ。いつプレイしたのこれ、俺。バンド時代じゃん、これ。これが有名なセーラー服反落同盟ですか？このゲームの難しいところっていうのがあって、幻覚作用で、死ぬほどの痛みを忘れられるんです、緑のキノコ。ヨシヒラさんちにいっす。オホーツクじゃない。わらわら。すげえ、これ自分が言うセリフいっぱいあるもんね。これね、超むずいんだよ。顔、表情も、自分の表情も決めなきゃいけなくて。ヨシヒラ、やめろ。ときめきハイスクールですね。バカ。実際に危ないキノコ食べるとわかるけど、うん、自分が増えて見えることあるからね。そういうことか。どんな風に、あ、どんな風にが、これ顔の表情だったんで、今間違えちゃった。反省してるの、どんな風に、あれ、どんな風になかった。何したんだろうね。飼い猫を踏んだの。あ、どうなんだろうね。うわ、プッシュ、ええ。これ知ってる？これ知ってる？これ最後。これボタンを押した時にね、中山美穂が笑う。プリンを食べたに決まってる。じゃあ、この後だ。この後か。ああ、怖い！怖いよ、これやばい！これ若干小学校の時のトラウマだん。ほら？笑ったよね、今ね。
なんでああいうことすんの、ああ魔性の運キリってなってるの、怒ったのあれちょっと待ってねって何ちょっと待ってねって、ね、どこ待ちなのこれ、ここからか、なんか待ち合わせすっぽかしてるとかなのかな、怖い、いや怖いんだってこれ、白黒だしね、白黒で笑うとこ、怖いんだってマジで、傷ついちゃったを、ちょっと待ってね、どんな顔で言うか、これ超俺姉貴と一緒に小学校の時やっててさ、これクリアできなかったんだよね、全パターンやったの、全パターン書き紙に書き出してやったのにクリアできなかったんだよここ、一体何だったんだよあれ、やるかついについに、いや無表情って言っちゃった、いやー全パターンだぜ、さすがに時間がある小学生ともいえ、小学生とはいえ大変だったよ、もういいよ、ミポリンの気分次第、泣いちゃった、嘘でしょ嘘、隠しバラメーダー、よし、はい、許してなんて言うな、はい、これじゃつらいから、自己完結すんな、もうちょっと話し合おう、笑うよ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 、ふう怖いよ、ゲーメストに攻略してもらおう、ゲーメストを立て直すところからかよお前、それゲームよりむずいぞ、中山美穂がミポリン笑わない、中山美穂なんだってしかもう一回やるのか、無理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 、これ最初からやりたい、最初からやりたい、最初からやりたい、俺はニアリング笑あの笑い怖いって、小学生の時見させられたらなんであんなことになったんだろうね。おお。ゲームストだと気合で攻略させられそう。実はときめきハイスクールという名のマインドシーカーとか。そう。これって無理で。いや。わらわら。俺は全パターンやったつもりだったけど、多分やっぱ小学生二人がね取り掛かったところで取り組んだところでやっぱ無理だったんじゃない。なんかその前にもしかしたら選択肢を間違ってたのかもしれないし。これでも10年越しどころじゃねえぞ。目押しミスったんじゃねえ。目押しとかあんの。無理じゃん、じゃあ中山美穂はね最初メガネかけてんだよね、俺のメガネ好きはここから始まってんのかな、どうやばいこれはまずい、これ誰今の知らねえ人だ、やばい、知らねえ人だこれ、あそこだけモザイクかけないと、どうしよう、だって今名前つけてどうやってやんの、じゃあ誰今、住所見えなかったけど見えた誰のだよこれこのディスク情報漏洩、個人情報が、いやどうしようこれ、これ何、お、あーなんか宣伝でやってたね、宣伝でなんか変な小袋をくれるみたいなやつやつ、個人情報がきっちり保護される時代に、本当だよとか、それ名前つけてやったのにダメだったぜさっき、もしかして俺の知ってる吉平じゃなかったのかな、あ、これダメなのかな、うんうん、俺なんかやり方間違った、いやわ、なんかここでエンド押したら始まるの、あースタートボタン押しちゃダメなんだ、なるほど、ダイヤル Q2、 ダイヤル Q2 じゃないんだよねこれね、でも本当の番号だと思うね、家電みたいな番号だったから、多分やってると出てくるよ番号、その代わりそこにかけたら多分誰かの、ち、あ、これ転校してくるのか、自分ミポリンの匂いの小袋ごくりなあ、そんなもんかそんなもん入って今から応募しようダッシュ、え、早くない、それは早くない、その時急になかったでしょ、 Q2 ないね、いやー、なんかお兄ちゃんが出たんだよ、俺の記憶では。今は40、いくつだ ?50 は言ってないと思うけどね。何言われたことだっけ、電話で中山美穂の声が聞けたはずなんだけどな。でも最初はお兄ちゃんがなんか今留守だからっていう、って電話に出た気がする。携帯とかない時代だからな。これハドソン。違う、任天堂です。立ち悪いだろ、さあ、スコリンさんいらっしゃい。そういえば漫画でこれをパロってときめきヤクザハイスクールってギャグあったな。何それどういうこと、吉尾が邪魔なんだけど。おー、なんか中山美穂ってすげえ人気あったのかな、携帯どころか番号表示もない時代。ない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 。え、このゲームの攻略枠、いや違う違う違う。次枠で違うゲームをやります。つかね、俺ちょっと、もう若干ちょっと、
してましたね。若干ちょっと筋トレしてから寝ないと。ライブでもやってた電話サービス。あ、でもリカちゃんは今あるよ。まだある。番号変わったけど。いや、変わってねえのかな。リカちゃん人形を買うと側面、箱の側面に嘘。あ、早い。もう出てこない。桁数違うんだけど。桁が足りない。メモしてね。桁不足だな。何の番号だこれ。こいつの番号かな。一個ない。一個足んないね。あー、やばい、来た。あー、メガじゃない。メガネじゃない。さあ、つけよう、確かに。メモった？メモってないね。痛い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 。来たぞ、来たぞ、来たぞ。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。痛い。はい。困り顔で。この子は終わった。終わった。早かった。押したら終わった。押したら終わった。いやー、ちょっと部屋熱い。部屋が熱いぞ。おー、あいつ、なんか変なポーズしてる。へぇー。山、みずほ、うん、高山みずほ。いや、とか、なんか暑いな。普通に。28度ある。調べるぞ。こいつが邪魔だ。こう、左下、こう驚いてんだけど。うさぎのマスコット。話すじゃないよ、話すじゃないよ。急いで急いで、ビーチフラッグ級に急げ。よし、取った。おおおなんか来た。へえ、ときめきときめき感じちゃったでしょ。サムネの差がでかい。サムネこれがニポリン効果。熱いダイエット効果あるかな。あー、いや、もういいかな。もういいかな。もういいかな。十分楽しかった。俺多分これね、新品未開封すら持ってるぜ。未だに。さあ、どうしよう。ああ、もう時間ないのか。普通に感じてるじゃねえか、わらわら。あ、ファイヤーバムが何個あんだ、これ。やっぱ筋肉マンやりてえ。筋肉マンやりたいけど、これやりたい。熱い。失礼。あのさ、プロテインがさ、急に値上がりしたの何？ロムカートリッジ。プロテインが2倍の3000円から6000円になってるんだけど、なんで？急に値上がりしたからもう安いやつにした。大豆臭いやつにした。萌えプロカートリッジだけど。あれ出て選ぶこれ。ある？わらわら。萌えプロあるよ。あるよ。あ、あ、カット言っちゃった。あー、むずい。そう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 。ペンギンクローズではない。あ、ま、たこれもっと早く？これ面白いな、やっぱな。カット、カットにはカット。カットにはカットだけど、うわ。うん、バカじゃねえの。あー、楽しい。右に猿がいるんだよ、わら。あいや、さあ、なんかドンキーコングみたいなもんね。ファミリーで、カット。はい。今、ペンホルダーって使う人いないよね、多分。あ、いやー、もう、あー、もう。ほう。昔はペンだったけど、小5ぐらいでシェイクに変えたわ。MS、おい！あー、はい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 。自分、嘘！いまだにペン使ってる人いんの？あー、ダメだ！ギリギリ狙いすぎた。オージサーブ。オージサーブ食らってみてえな。おい、おい。お前なんでこの端っこやんだよ。はい、次枠です。よし、こっから勝つ。この頃って何点なんだろう。日本ペン使ってますわら。オツです。あ、そう。あ、打っちゃった。いやーい。いやー、やべ、勝てないのか。嘘だ。シェイクが主流だね。シェイクで日本人、中国人ですら、あんまり、あ、つ、ああ、ね、マジで。中ペンって何？おい。カットしてきてる。いや、さ、ちょ、お前なんだよ。お前強すぎるだろ。マジかー。わらわら。まだ放送でやってないディスクってありそうな気するな。ああ、じゃあ、じゃあ、見すぎかな、見すぎかな。これ国際ルール上で言うと、違反だよね、あれ。
サーブでめっちゃ早く打つ。地元ジェム的だったわ。マジで負けた。取られた。3しか取ってない。一コメさんいらっしゃい。フロッピーディスクには夢が詰まってる。わこつ。早くね。ブレイブさんいらっしゃい。わこつ。レディースはコツジェントル。ケンちゃんラーメン新発売。これ分かった。音をちょっと持ってて聞こう。昔の話だけどね。そうなんだよな。俺も高校ぐらいまでは強かったけどな、何もしなくても。もう中学の段階ではやめてたから。手が浮いてる。パワーブロックみたいなもん。わこつです。この頃のこの手のゲーム、普通に遊べたよね。うん。あ、これこいつ打ってくるな。いや、これでもほんとできるよね。おいー。うわ、すごい。こいつやっべ。あ、嘘。わー、いらなかった。リスクのバレーも好きだった。そうだな。あれ、でもちょっと難しかったな。初見プレイには厳しい。おい、なんだ今の。そんな入り方、おじいちゃん、マイバンダさん、ギアーズさん、コロモさん、ナシアさん、ケロさんいらっしゃい。これがロックスターテーブルテニス。ブレイブさんもいらっしゃい。イエス。うっ。お、うん。何を打ち負けてんの、俺。敵いいですね。で、あやい、端っこ打った、これ。面白いと思ったかも。おう。これが e スポーツ、卓球の元祖である、箱丸の卓球ができいんだっけか、わら。箱丸の卓球、できはいいけど、楽しさで言ったら、あの、ムーブ。プレイステーションムーブの卓球。あれが一番本当の、でも、あれが一番超デキいいの。あれデキ一番いいのよ。次に面白いのが、次に面白いのがキネクトの、キネクトスポーツの卓球。だけど、ムーブまでやって卓球がしたいんだったら本物やった方がマジで早い。しかも本物の卓球の方が面白い。残念ながら。もうそれはね、ちょっと残念なことだけど、しょうがない。それだけはもう本当、そればっかりはしょうがない。いや、どうしよっか。何やろっか。よし、じゃああれ見よう。あれ見よう。見れるかな。壁卓球をしろと。いや、誰か友達呼んでっていうかさ。まあ、なんか誰かとやってもらうしかない。20日に卓球の大会友達が開くから行ってくる。おお、マジか。プーカさん、デッドさんいらっしゃい。卓球って、あれさ、本当に知識ある人とかやった人とやってない人でかなり違うよね。センスあるやつはうるさい。センスある人は1回目からそこそこやるけど、うん、あれはね、経験者とそう未経験な人とではかなり違う。エンドってお前こんなに解いてんの。あ、所長って書いてある。 B 面、これの喋るところがすげえ聞きたかったな。俺はなんか昔は喋るから3ソフトが好きだった。回転を知ってるか知らないかでかなり違う。うん、ドライブとかね。に見えるが実際はアドベンチャー。シューティングじゃない。ラストシリアです。キャリー。あー、やべ、喋った。もう一回聞こうか、もう一回聞こうか。まあ、いっか。キャリーとエースまで行く、やる？結構大変なんだよね、あれね。いいな、この、たったらったら。このコロニーのロボットです。取る。あーん。調べるじゃないの。ああ、ダメだ。はい。ははは、ダメだ。じゃあ、ロボット以外を調べようか。はい。ここから脱出できそうと。抜ける。あー、はいはいはい。後ろから、あった。デッドゾーン作った人はアトランティスの謎も作ってます。ほう。あー、これキャンセルっていうのがないんだな。キャンセルの概念がない。キャリードエース枠ですか？キャリードエースを聞きたいんだけど、多分ここの中でキャリードエースを知ってる人がかなり少ないと思うんで、何をしてるんだろうって感じだと思うんだよね。見る。あれ？なんかなかったっけ？どこどこ？なんで？どうした？急すぎるぞ。どこ行きますか？どこ行く？ああ、もうキャンセルできない。
見る。ドキドキ。横。あ、なんかいる。調べる。いや、税務署行く予定なんだけど。おいおいおい、なんだよそれ。なんかのフラグ立ってるぞ。嘘。ロボ。確かな、引っ張り出したりできたような気がする。調べる。ダメだ。持ち物何があるの？何もないのね。もうこれしか言わないのか。これか。あ、戻ってきた。違う、調べるじゃない。調べるじゃない。見る。左。あったか？はあ。はい。おー、むずいぞ。おー。下？あー、ダメだ。これは、これ待てよ、これ。あー、やっぱり、あ、そうなんだよ。このゲームでね、最初に積むポイントはここ。このメニュー画面よりも別のメニュー画面があるっていうことを知らないとこれ大変なことになる。これがわかんないとね、できないんですよ、これ。B ボタンで別のメニューを開くっていうのがすごく大事。ほら。ほらね。これでバッテリーを取る。取れません。ドライバー。で、ドライバーを使うことで、あ、取れたんだね。抜ける。じゃあ、リスクは説明書読まないことが多いから危険だね。ほうほうほう。説明書いりますね。おほほ。な。入れる、開ける、開けるロボ。開きません。開かないか。開ける、壊す、壊す。壁。無理だろ。動かす、入れる、投げる、変える、変える。そう。押す、叩く。神宮寺三郎も好きだった。中央公園だっけか。見る、左。確かキャリーは埋まってたはずなんだよな。ちょっと待ってよ。開きません、笑い。あ、そっちかよ。おう、お？ R バッテリー？ R バッテリー取る。何が取れますか、バッテリー。これって何をしたいわけ？これはね、まあ、ここなんかゴミ捨て場から脱出したいんですよ。書き換えてもらえるコピーの説明書も味がありましたね。和骨。神宮寺三郎。書き換えてもらえる。そう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 。最高で後はレッカー。これは何をしたいっていうのはね、これ主人公が最初まずね、なぜ俺はここにいるんだっていうふうにファミコンが喋るんですけど。脱出ゲームの先駆け。そう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 、脱出ゲームですね、本当に。単に脱出ゲー。叩く。違うから。見る。左。ここじゃなかったかな。動かす。ロボ。バッテリー入ったままロボット捨てるかな。押す、叩く。な。爆発するっていうか。投げる、入れる、開ける、動かす、壊す。ありふれたアドベンチャーやね。ダメだ、これはやった。取る。取れない。見る。ああ。もっと謎解き要素が濃かったらな、わら。ああ、そうだったっけ。誰に？あ、そういうことか。ちょっと待って。見る？後ろか？左でいいか。あ、こいつか。こいつにさっきのバッテリーを入れると何かが動く。え？ああ、そういうことか。全部試して探すだけになるんだよね。ちょっと待ってよ。調べる。ロボ。見る。あれ、さっきのあの映像は？行きたくないんですけど、ああ。全部試して探すだけ、ああ、まあね、あの、総当たりってやつだね。
開けるロボ、ここにある。ゲームの先駆けだと、うん、パソコンではすでにミステリーハウスとかあったからね。あ、まあね、これ走りってわけじゃないね。まあアドベンチャーゲームだな、入れる。考えるじゃなくて思考するだけになっちゃう。あれあれ、バッテリーって選べないの？あれちょっと待って、ちょっと待って、違う。ちょっと待て。投げるって。あれ、バッテリー選べないのかな？あー、ダメだ。しかも、置くって。で、今できるのは多分、あー、いや、抜ける。こいつにバッテリーを入れ直したりとか、そういうことだよな、多分な。やべ、なんかすげえ、ちょっと待ってね、寒くなってきた。中山美穂効果切れた。入れる。あー、こっちはこいつか。むずい。今度にしよう。今度にしよう。よくこんなもん、小学校の時に自力でやったな。なんか操作がちょっと難しい。キャリード S 聞けなかったな。ちょっとあれだな、ギブアップ、諦めが早くなったな。ちょっと待てよ。じゃあこれにするっていうか、なんかやりたいやつがあんまないな。やべ、セラピーが。ほんとだよ、最近のアドベンチャーは今やるときついね。いやー、そうね。まあちょっとドラクエ1みたいな感じだよね。話す、来たみたいな、方向までみたいな。若干そういうとこあるから。ディープダンジョンってちゃんとやってる人いたのかな。うお、音量がわからん。あ、違う、そういうことか。攻略本が欲しくなる。攻略本あるんだけどさ。あるっちゃあるんだよ。大人になってからの方ができないゲームってあるよね。そうな、てかね、なんかね、一つのことにこう夢中。いや、でもあれよ、新鮮味だと思う、単なる名作。あのね、だってさ、あの頃ってそれで遊ぶしか考えられなかったじゃん。もうこれ以上にエキサイティングな遊びはないみたいなさ。ゲーセンか家でね、ファミコンやるかが一番エキサイティングではあったじゃん。刺激的だったからさ、だから別にやれたん。今はそれよりもっと刺激的なこといっぱい知ってるしさ。ディープダンジョンクリアしたか記憶にない。あー、ほんと、ディープダンジョンちゃんとやってる人って聞いたことないんだよな。面白くなくても別のゲーム買うなんて選択しなかった。そうそう、それで遊ぶ以外に特に選択肢がないし、ゲーム番組を買った。あー、ちょっと待てよ。バトルドームを忘れ、どういうこと。忘れないでってどういうこと。子供の頃はソフト何本も買えなかったし。そうだよね。音信500弱王で忍耐力を。ひでえゲーム買ってもそれでやるしかなかったし、まあそれをね、か、友達が貸し、それを、それとあれと貸し、交換庫っていうか貸し借り、貸し借りにもならないソフトってあるじゃん。それつまんねえから嫌だみたいなさ。あとね、いいゲーム持ってるやつがね、お前あれ買えよって。俺、お前あれかよみたいなやつもいたん。みんなででも競って協力することで、いかに多くのゲームを遊ぶかっていうのが子供時代の戦略だったからさ。ちょっと待って、あ、これか、いらねえ。てか、なんかこの周りのやつが。おお、あ、カセットね。あ、やっちゃった。あ、死んだ。そういうことよ、だから。はい、あんなにこれ夢中でやったザナックですらあまり夢中でできなくなってる。4番最強伝説。あ、そうなの。危ない、取っちゃった。これは今でも楽しい。うん、おっ、6番ってなんだ、爆発するやつかな。おっ、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 コンパイルのなんか、なんかあのキャラ、あのキャラ何がもらえたんだろう。
はあ、ただこのゲームはこのゲームどう、このゲームって課題評価とは言わないけど、そんなにそこまで褒めるゲームかなっていう気はしてる。あれワンナップ、ファミコンなのにスピード感がすごいよ。あ、そうね、確かに曲聴きたかった、これこれ曲聴きたかったできるかな、まあ、シューティングとしては、そうね、何度変わったっけか、あー、あったかもしんないね。うわっ、ドロドロドロズ、はどれがこれがいい、うーい、村雨来たー、これの曲が来たかった、城の曲聴きたいけどいけるかな、ちょっとシューティングとしては大味だよね、地味だよね、よし来い、あー来た、あーあわ、この村雨城シューティングとしてはスタンダードな難易度、うん、いや悪いゲームじゃないけど、そんなにみんなが褒めるほどのものなんだろうかという疑問が、じゃあ斜め打てねえんだこれ、この BGM 懐かしい、そうちょっと BGM 大きめで、この様子か曲がいい、ヘルマン、これ城の曲が聞きたいんだ俺、左っつってるな、え、こっちからか、おお、どっちが強いんだこれ、このゲームむずいよな、なんか操作が変なんだけど、ちょっと待って、なんだ、どっちだ、これなんか条件いるの、クリアの条件、足速くなった、あー、いたなこんなの、死んじゃう、なあ、これシリーズにならなかったのは残念ね、ゼルダよりこっちの方が好きだ、マジでこれ難しいし、なんか危ねえ、俺はそこまででじゃなかった、にしたようなゲームだな、あはは、確かに曲の印象強いよなこれ、あ、ほんと足が速い、操作性が変、操作が変、違う違う、そういう意味じゃない、これ近距離がね剣になるとことかたまんないんだよね、おぶい、おい、爆弾、これはきつい、どっからやり直し、お、ダメだこれ、強くしたい、なぜ、あ、俺白くなりゃよかったのか、戦国13で復活した時は笑った。これの新作はニーズありそうだけど。ね。あと F0。そうね。終わった。来い。これなんだっけ、1個だけ通るんだっけ、ああ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 。まだ城には入れないのかな、キャラクター、あ、来た。来た来た。これやー。ね、てかこれ作りゃいいのにな、ゼルダみたいに、ダメ、和風ゼルダなだけ、怖い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 、無理無理無理、強い強い、敵が強い、これだよこいつ、こいつむずい、こうやって当てんのか、え、どうやって倒すのあれ、近距離だけか、いやかわいそうに、近距離のみなの、人気だった、ゼルダ無双に出してやればよかったのに、こいつすげえしつこいんだっけ、これリメイクするの難しそうね、炎が強いっすよね、うわこいつ、こいつ際どい、こいつ際どい、やべ武器なくなった、この雑魚がいっぱい出る中で弾撃ってこなくなったけどやばい、あーこれやべ、俺ちょっとコントローラーであれだ、そうなんだよ、危ない、ちょっとちょっとちょっと撃たないで撃たないで、あー撃った、撃っちゃダメこれ、これ撃たないで、硬いよ、どうすりゃいいんだこれ、こんなに硬いの、怖いよ、声怖いよ、あー何もないのか、ねえいけると思うわ俺、
なんか FPS みたいな。近距離はキルみたいな。スマブラの扱いはどうなったの？あ、スマブラでどうなったの？しっかり、そんな出てこないのか。よし。あ、これを倒さないと赤い危ね。いや、いた！いや、出さ、出さ、こんなんいたなぁ。こんなんいたなぁ。ほんとだよな。俺は直角みたいな。インベーダーみたい。うわ、いや、音がすごいね、このゲーム。ロンドベルさんいらっしゃい。おお。白、白、白。これ巻物なんだろう。処理落ち。処理落ちするレベルだったのか、これ。お、お助けキャラか。おー、ちょ、待って。うわー、どうすりゃいいのこれ。俺はこっち行くべきなの？あ、炎って無限じゃねえんだ。いや、待て。知識がないと難易度が高すぎるからね、これ。でも、こいつの名前すら知らない。なんだっけ、こいつなんつうんだっけ、高まるって最近聞かないの？あ、なるほどね。こっちだからなんか FPS みたいにしちゃえばいいんだよ。魔剣 X ほどじゃなくてもいいけど、あのこういうちょっとこいつ高まる視点の、まあでもデビルメイクライみたいな、デビルメイクライ的な感じがいいのか。お前だけいる部屋ってなんだ。うわ、いやこれむずいんだってこのゲーム、マジで危な。嘘でしょ、感動しなのマジか。あー、またやっちゃった、またやってもうた。はぁ、いや酔いやすさて届かねえ。ちょっと開いた。ねえ、なんで終わらしちゃったんだろう。処理落ちがひどい。いや危ない。おい、長いね。いえ、嘘でしょ、てか向こう、クリアできなかったけどこれ慣れると簡単だし。慣れか、やっぱさっきのとこだったのかな。おお、また来んの、どうしようこれ。ここで戦うか。これ剣切れないんだもん、こいつ。これ弱い。って呼ぶのやめろ。何も言ってない、何も言ってないわ。固いなあ。いって、ダラダラと続くよりいいという考え方もあるけど、うん、あのゼルダよりは面クリアクションだからね、これ。若干迷路になってるから怖いよ。だから声が怖い、声が。今の声推移にしよう。やだ、いや、うるせえし。あー、もういい、そんな時間はない。いてー、あはは、マジか。はあ、またいた。あれ誰なの。そう、本当だよ。おお。これむずくない。なんだよ、この内山くんみたいのいるけど、声一回一回泣くんだけど、こいつ危ね。これまずいな、これ、これむずい。あー、ちょっとずれた。ボンバーキングじゃんか、お前。こんなにむず、めんどくさいの。もっと近づいてこいよ。あー怖い、爆発がでかすぎるんだって。マジかよ。あ、ダメだ、下と右がなんかおかしい、化ける。いや、打てる。ただこれちょっと、あ、あんまり範囲でかくないな。うわ怖いよ。あ、これ切れる、切れ、あ、うわ、おお、マジか。切れないんかい、騙された。無理じゃんこれ。ためのこと忘れていたとか言っちゃうんだもの。マジか。あ、これ無理だ。
武器が変わった途端にもう無理、これしかない。近い。ああ、あれ、はあ、弱かった。あんま手、え、え、さ、戦国さんの声によるまで紫、え、赤さ、なんだろう、赤さ名城、赤さ名城、なんか色が若干違うだけで、うわ、爆弾のやつだ。こいつ無理だって、こいつ無理だ、こいつ出てきちゃった無理だって、怖っ。うわ、来た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 、爆弾置いてきやがった。まだボンバーマンみたいな。冗談な気がするけど、実際続編の話すら聞かなかったからね。ほう、いや天狗いたなこれ。赤サメどうすりゃいいんだよこれ。ほほほ、ちょっと厳しい、当たりがきついよ。おいずら青右赤右緑右桃だったな。へぇー、で最後村なの。待て待て、フルタワーチュー、ちょ、待て待て待て、ディスクが中途半端の時、ディスクが容赦ないね、ほんとこれ。いや、私、ちょっとこれ実際に全部と戦うとわかるけど、めっちゃ動き早いからね。戦わなきゃいけないんだ。戦うのは嫌だな、分かり合いたいよ。あと3分だから、じゃあこれをやろう。花田か、懐かしい。やりたい。疲れちゃった。やべえ、なんか癒し効果あんまない。てか、ちょっと、なんだろう。謎の紫城、ちょっとむずいな。セラピーには向かないな。ははははは。ちょっと待って。八つ目は天狗に剣術教えてもらったらしいから分かり合えるんじゃない？分かり合ったんだ。何者だったんだよ、その天狗はよ。そこが謎だな。あ、B 面かよ。子供にさ、これ小学生相手になんで英語で書こうと思ったんだろうね。英語で書いてるやつ多いけど。疲労感あるな、笑。疲労感。これでちょっと癒そうか。このゲームで。じゃあロビンで。熊も、急に食う、なんか白ばっかだな、おい。食用のビーフジャーキー作ったあれは何なの？なんで天狗なの、あれ。エンジョイ天狗とか言って、何が天狗なの、あれ。セラピー求めるならキネコとかやりましょうよ。キネコは、そっかそっか、やっぱあれだ。あ、ちょっと待って。いや、痛い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 、これ距離感、この距離感がわからないと死ぬ。うぅ。超人墓場からか。そう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 。いや、超人墓場ばっかだよ。このゲーム確か。ウォーズマンが、ウォーズマンが開けてくれるやつだっけ。ちょっと待って。あ、この弾をね、危ない、あとは、えい、このジャンプの仕方が分かんないと積むから、このゲーム。下上ジャンプだからね。でも敵をね、倒さないとなるの、これ。敵をいっぱい倒すと痛いね。倒すと出す弾が3つないと確か。あれ、3つって最後までで3つだっけ？アルゼンチンさん。あら、最後だった。アルゼンチンなの？天狗何の関係あるの？あ、もう一回一個取れんのか。一個の敵に対して。これ上の鳥って倒せるんだっけ？うわ、いや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 。やべえ。この枠内じゃ何もできないぞ。ダババじゃなくて。あ、あ、やばい、これ。これ。あー、ダメだ。そっか、ボディースラムか、まずは。この感じ、この感じ、この感じ、この感じ。まだ間に合いますか？全部ってメーカーのビーフジャーキーでしょう。重傷マジか。いやん。このボディスラムの雑さ。喧嘩じゃん、ただ。ああいうオツなんかか？嘘でしょ。もう終わりなの？オツです。むずい。上だけ押してりゃいいんだっけ、これ。ふふぅ。おぉ、ま、ダメだ。あ、いや、いや、無理だ。あー、これむずい。エリアルレイ。あー、大変だ。はい、来た。どうし。あー、鳥邪魔。鳥邪魔。ははは。飛んだ。あ、いやー、死ぬ。鳥が、ちこつ、こっちこつ。あ、痛い痛い。
脇腹つつかれた。レディースは骨前取る、夜は墓場で運動会。和骨お化けなのか妖怪なのか。イエハキャッス、楽しい。あーダメだ、やっぱ下上だこれ。あー無理だ、相当むずいねこれ。よくこんなやつだな。ズン、たまんね。和骨です。ズン。ダメだこれ、ダメだこれ。ロボレスみたいな要素が。鳥が分離してるから、ね、危ない。ロボレスだな。ほんとフェイタリティだったら砕けだもん。おい。ロボレス2020だっけ ?2001?2001 かな ?20 ってなんだっけ。ああ、いやいやいや、痛い、それ避けられない。こういう感じだな。あのさ、マラソンをジョギングする手前に、どこを鍛えとけばいい。危ね、危ね。いやもう一週間ぐらい鍛えてるけど、危ね。何が大事なの、走ることに関して。あ、そう。ナムコさん、うーわ。ラディさん、サドマルさんいらっしゃい。そういうことか。てか俺もちょっとゲームショー行きたいような気がしたけど、そんなにすぐだったらやめとこう。イエース。俺なんかもっと先かと思った。ああ、これ、ちょっと待って、どういうこと。あ、まだ先なんだよね。だよね、びっくりした。もう明日、マラソンはここですよ。ああ、いや来た、やべ、ラーメンマンになっちゃった。すい、実際に血の池地獄入るとわかるけど、めっちゃ血行良くなるからね。マジか。夜は墓場で超人プロレス。おう。上と B でカーフブランディング出せます。そう、いや、出しました。出しましたよ。いや、でもあれよりなんか、あれよりこれの方が良くね。これ、最高じゃねこれ。あ、ノートに絵で描いちゃうぐらい俺好きだった、これ。これだもん。高いな。あ、できなかった。和骨マンマリポーサ。マリポーサ。やるときは膝壊さないように注意ね。米さんの意見が聞きたいな、このゲーム。ああ、どうなんだろう。和骨？セラピー諦めたのか。セラピー諦めたね。なんか置いたって感じ。わら。ただ置いた。っぽくないな。わら。これ何これ。ラーメンマンはこれからパクったんだろうな。ゆで卵。ラーメンマン。どっち、待って。ちょっと待って。ちょっと待って。プ、プ、なんでちょっと待って。VTR、 あ、 VTR か。ガウンロ、え、なんだって、危ね、来なくなっちゃった。来た、ここで。相変わらず所長は投げさえあればある程度満足できるんだな。なぜバレた。うわ、やべえ、こいつ来た。とりあえず投げ技さえ気持ちよかったらもうそれで比較的。これは遊んだよ。あのタッグマッチのやつあんまやんなかったけど、やったけどさ、今の人とか考えられないぐらいやってたよな、あれ、ファミコンってな。大してやらなかったが、あんま当てにならないぐらいやってんだよ。友達ん家集まってみんなでやったもんな。あ、よ、ちょっと待って、1回につき1個減ってんの、これ。地獄か、ここは。あ、地獄だけど、墓場だわ。ちょっと待って。これ悪の神様？なんだろうね。なんだ、俺、筋肉マン嫌いだからさ、よくわかんないんだけど、このゲームは好きなんだよね。筋肉マンがあんま好きじゃないのにやるから。ああ、いなくなった。ふいふい、邪悪の神だっけ。ここで出てきたら最後、ここで普通にやるとここで出てくるんだ、あいつ。邪悪の神、なんかメガネかけてるやつがいるから嫌いなんだったやつ。顔だけのやつがメガネかけてたりとか。ねえ、売れたよあれは、誰でも持ってたもんね。あの頃、筋肉マンっつったら、うわ。それはもう大人気だと思う。和骨です。おいや、斧でやられる。怖かったのか、わら。要は怖かった。何の話だ、ちょっと待って。ああ、来た、ミキサー。楽しい。ダメだ、これ。バカっぽくて好きだな、これ。はーい、はい。体力減ってくると避けられなくなるんだよね、あれ。この置いていく感じ。日本出身のミキサー大帝。そうなの？ナショナルかなんか。所長は金消し世代。あ、そうそう。そうよ。昭和51年生まれだからね。
意外と若く見られるけど、見られてはないけど、若いと勘違いされるけど、ふっつ、あ、ダメだ、いけるはずだ、ロビンスペシャル、あー無理だった、ふっ、んー、むずい、もっと早くだ、いけ、いい、いい、日本、あ、そうなんだ、え、ステガセキングとか、マジで、へぇ、大抵ってどういうくらいの人なの、どれ、なん、男爵とかみたいなこと、そんな話はどうでもいいの、あー、こいつロビンだったのか、ロビン、ほら、よく、あ、光った、よくできてるでしょ、ボディースラムの以前にいろいろ問題もあるけど、あ、ダメだった。あ、やべ、無理。やべ。皇帝とかじゃないのかな。あ、皇帝とか、嘘、じゃあ相当なくらいだよ。ドゥン天下の宝刀を抜いた。デビュー、フェイタリティ。終わった。あ、ちょ、危ない。え、もうボタン、ボタンじゃない、ボタンは3つ集めた。え？相当も相当偉いからな。もうそれと一緒だよ。いやー。イエス40手前とかある意味で美味しい時期なんだってここ何に対するし、ここ入りましょう、何の話、てい、よし、左の方、ちょっと待って、ここって何言ってない、あぶね、いてお金棒で思いっきり後頭部やられた、あ、これどうすればいいんだっけ、やべえ、痛い、こいつすげえむずいんだよな、なんか超えちゃったんですが、それはあ、やべ、あ、これか、ええ、さあ、やばい、そう、これ危ねえんだよ、逃げんのすげえむずい、あ、やばい、マリポーサーの子分、ほう、キングザ100トン来た、これ、おこれ危ないんだって、あ、掴めない、危ない、この背景のあれ何、背景の青いの何、あ、危ない、え、じゃあこれ、この間だと投げられない、ダメだ、飛んだらロビンスペシャル、あ、嘘でしょ、うわ、危ねえ、あんなのロビンスペシャルで取れんの、まさか、さ、好き奮闘みたいな、うわ、じゃあい、墓場の出口だったかな、出口なのか、これ、はっ、やばい、ここはやばい、この位置危ねえ、あ、ほか、秘書チームらしくないね、あ、やばい、やっちゃった、危ない、これ、あ、やっちゃった、ちょっと待って、それは待って、殴ると怒られるんだって、ふっ、よし、来た、もう一丁来い、もう一丁、無理、火事場のクソ欲ってどこに封印してたんだっけ、え、どこ封印できる場所があるの、やっぱボディスラムかなと思ったけど、あんま聞かねえんだよ、これ、危ねえし、ファミコンって何年前だったっけ、20、30年前ぐらいかな、飛翔するってことじゃないかな、笑って、あ、じゃすげえ減るんだって、これ、ときめきハイスクールこないだ買って、おミキサーに分離されたのよちょっと待って、ミキサーときめきハイスクールこの前買ってミキサーに分離されたの、それは下くぐれないんだっけ、やべえ、いや、これ同じ速度、移動速度と同じだから無理なんだ、避けられない、起動して謎の紫城で叩き割ったよ、悪ないよ、さっきやってたよ、俺、危ねえ、面白いじゃねえか、謎の紫城、あ、やべえ、これは危ないから、ちょっと移動、これは移動だ、これはこういう方法があったのか、なるほど、はい、やべえ、怖くない、それは買いすぎです、危ねえ、ダメだ、はい、そっか、だってさ、体力減ってないといけないんだよ、これロビンスペシャル、ここら辺でそろそろできんじゃね、あ、できない、そうなの、おい、ロビンスペシャル来た、これ、半分以下でいけます、危ない、わー、ローラーになった、ローラーあった、違う、ローラーは違う、来た、でも俺はこっちの技が好きだ、よっしゃ、決まった、筋肉マン来い、よし、あ、まだなのか、あ、まだか、なんでバンダイってボス戦だけでかくなるの、いや、まだだよ、これ、だって体力ないよ、頑張っていくぞ、もう後ろのやつは知らん、パチパチパチ、危ない、斧投げてくる、
あの顔だけのやつがそろそろ来るぞ。玉取ってないので一面からなんですが。え、玉取ったよ。え、嘘。取った取った取った。三つ取った。三つが限界のはず。危ない危ない。いや、うわ、こいつら。やりたい放題じゃねえか。いい度胸。え、え、各ステージ1個ずつ必要です。え、取ったよ。マスクは紙に承認しているか。あ、この面も取って、え、この面もあんの、死んだなこれ。いや、やめて、それはやめて、やめて。うわー、右上の矢印は何なんだろう。え、まさか4面僕取ってなかったような。あ、4面があんのか、4面もあんのか。4つ、あれ3つじゃなかった原作で。敵の移動が早すぎませんかね。やめて。うわ、なんだよこいつ。ああ、もうひどすぎる。お前自由に動き回ってるだけじゃないんかい。終わった。もう一回やりたい。もう一回やりたいけど、もう疲れちゃった。神だから。もう疲れちゃったよこのゲーム。もう何これ、これ何、二人目、あ、入れ替えか。ロビン、テリー、ラーメン最初、ラーメン最初。やるのこれ。フォークマン、ブドア、ミキサー、100トン。ああ、そういうことか。取ってなかったの？な。慈悲なし。もう一回やる。俺、ボス戦だけやりたいんだよ。原作見て改めて気づいた。何の話だ。ウォーズマンいませんでした。ウォーズマン？ウォーズマンいな。いや、ウォーズマン、次の面かなんか出てくるのかな。また白とか、全部白なんだよ、これ。弾、そんなに必要か。4つ？原作4つ ?3 つじゃなかった。2つで強引に出たんじゃなかったっけ。そう、あった。ちょ、たまたま。あー、痛い。痛いよ。原作3つ。だよね。4つかー。お前、1回やるか。2周目はちょっと1人で全部抜く。ぐらいの気持ちでやる。抜くとは言ってない。弾も取ったよ。ウォーズマンは4面で人工心臓を取ると次のゼブラチーム戦から使う。しっかりしてんな意外と。弾が4つってことは2人分かってことか。そう。2人分。2個でギリギリ悪とかざるすぎやろ。ざるなんだって。だから、いや、あと超人袴にずっとフラフラしてるやつとかいるから。イエッサー。ダメだこれ、1人で抜くのは無理だ。この鳥って倒せるんだっけ、頑張れば。倒せる、なんか記憶があるけど、多分嘘だな、きっと。嘘テクだな。てか、なんでこんなにさ、消耗、嘘。倒せる、やっぱ。鳥のせいで全部なんか、ダメだ、これ。鳥のせいだよ、全部。むずい。いやー、無理、鳥。鳥が来る。嘘テクとかさ、こんないな、笑。嘘テク、いや、嘘テクいっぱいあるじゃん。ツイッターなんかほとんど嘘テクだ、あれ。危ね、嘘テクとバカがいっぱい。ああ、もうダメだ。さっきよりひどい。さっきよりひどいよ。鳥倒せんの？どうやって倒せんの？ダメ、まあ。アクションゲームの鳥は強い。その発想はなかった。え？イエス！自分も敵も体力が半分以下になると飛ばされたら避けられなくなります。そうなんだよ。てか何？俺に説教してんの？まさかそれ。小学校の時に気づいてた、それは。今さらそんな言われてもな。よし。よし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 。ああ、もう。もう。いやす。いやー、鳥。鳥、マジムカツ。ふっ。入った。3つ減った。これ2つか。でも俺、こっちの方が見た目的には好き。あぶね。あいやー。ああ、ずれた。昔これ本当に空中でタイミングよく入れなきゃいけないのかと思ってさ、すげえ難しく考えてたわ。よくそれでもやってたよ。っ、おっ、ダメだ、ずれた。はい、ダメか。もういい、確実に入る。いや、鳥邪魔。ファミッコ大集合でボタン押しっぱなしでいいと言っていた。あ、マジで。やばいやばい。来た。決まったー。鳥危ない。一キャラ一匹死んじゃうと、これまた計算が合わなくなるぞ。鳥、かわいそうだったよね。飼い主いなくなっちゃったもん。おい。なんという作業。怖いわ。主人の敵。
やべえ、つけ回される。手名付けよう。これ、出ない。出るよね、これね。ダメかな？ダメかな？バンダイのことだ。痛い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 。あー、危ない。あー、ちょっと痛い。あ、痛い痛い痛い。シリコ玉出た。くんな、くんな、くんな。うわー、くんのか。うわー、くんのか。くんの、そんな狭いとこまで。どんだけ気、やる気ぜ、これ。鬼は超人なのかな、これ。よし。飛べたな、お前。うい。うい。皆さん、今日の雨は大丈夫でしたか、そういえば。おーおーおー、いて、いて、時間だった。この感じ、この感じ、この感じ。やる気元気いわき。ああ、いわきってどこの人なの、あれ。どこを司る人なの。えい、えい、えい、痛い。うん。やべ、これダメだ。すぐはつかめない。おい、おい。多分、超人を倒せばボーナス出る仕組みになる。ああ、倒せばいいの。誰が。今は晴れでした。札幌は今、雨と雷すごいですね。マジか。よいしょ、よいしょ。広島は晴れ。なんか北海道の方もダメだったらしいね、今日は。大変だったらしい。やっさん。滋賀は今雨降ってる。ほう。へえ、はあ、疲れる。あ、痛い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 。ちょ待って。そんな仏像っていうポーズで来られても。鬼といえば桃太郎の鬼は犬猿記事にも負けるくらいだったのに、どうして一般人は抵抗しなかったんだろうか。確かに。あの餌の動物たちは、うわ、やべえとこで出た。あの動物たちは何だったの、結局。動物ですら やる気を出してたのにさ。勇気がなかったからだよ。やばい、どうしよう、これ。これはやばいよ。これはやばいよ。やる気なら従う方が楽だったんだろ、社会に。危ねえ。いやー、捨てもうた。わあ、どこ行った、どこ行った。今どこに収納された、今。ロビンが、私の、鎧が、ちょっとロビン捨てられたんだけど。ちょっと、これ、取った？取ってないね。あ、取ったのかな。矢印は取ったことになってんのかな、あれ。やべ、やるんじゃなかった、これ。コンボだよ。ほんと？取ってないんかい。はい、やり直し。あれ、なに、あ、やべ。これまた今度かな。厳しいな。弾取り忘れるな。ガンスモーク。はあ。疲れた。実際にきび団子食べるとわかるけど、めっちゃ美味しいからね。いや、うまいよね。あのコンビニで売ってるきび団子は何？あれはなんか、きなこの団子みたいな感じだけど。きび団子って、きびって何？うわ。ステロイドきび団子。なんかメガドラ版よりできいいんだけど、タイトルが。こんばんは。はい。動画からいらっしゃい。141カメさんいらっしゃい。なんかとかなってるけど。これは、トライ。マジか。ベルト変えてない。おーおー、ベルトはね、なんだ。なんて言えんだ。ちゃんとオフィシャルで売ってるようなやつはあんま買わない。いやい。え？銀河流れ星銀を見れば、人間より犬の方が強い。笑い。人間出てくんないね、あれね。ガンバだってそうじゃん、なんか。キビって岡山の昔の名前だったね。嘘、場所のことキビ団子って。岡山団子ってこと。人間とは何と比べても下回るのではないかと。嘘。今度メガドラマやる？やべえ、これ。なんか嫌な予感がする。あー、やばい。やばい。この曲何？やばい。キビ。これやべえな。あ、玉無限？玉無限かも。天才魔境に出会ったの思い出した。ほう。ディスクシステムってどういう仕組みだったんです？岡山。ファミコンのカセットの代わりに、フロッピーディスクを使うだけです。それ以外には、あと、音が1個増える。音楽だけ覚えててソフト名がわからないのがあります。スカイプで歌おうか。おう。あ、ゲーム探しで音楽だけだ。
カタカナで言おうか。口で言おうかじゃ。文字で言ってみる。機種が分かれば、分かるかもしれない。ファミコンのゲームでとかさ、印象に残りやすい曲なんてそんなにないしね、その子まで。多分それね、突然マッチョマンかな。不明に起こしている不明にマジかよ。しかも中の後。矢印だけで答えてた方いましたね。矢印だけで答える。機種が分かんない。家庭用ゲーム機ってこと？でもそれ多分、なんでこれ2回出せるんだ。はい。演奏して動画アップだ。そうだな。あ、曲が分かれば絶対分かるよね。鼻歌だったら分かるかな。鼻歌オープですね。鼻歌。なんだ、公開。音で大体のハードの世代分からん。そういえば知恵袋で文字に起こした音楽を当ててもらえたな。あれは分かる。あれ正直言ってあれは分かる。棒読みちゃんに。あれは分かった俺も。スカイプ突してもいいんですか？スカイプ突しますじゃあ。ちょっと待って。なぜセラピーから墓場になったのか。セラピーじゃなかった。あのさ、あ、そっか、そっか、ちょっと待って。やるか。ちょっと待って、俺スカイプわかんねえんだけど。自分の。ファイナルファンタジー7のセフィロスのテーマじゃないのかな？わら、テーレテー。どういうゲームかわかんない？全く。まだ治療を受けてないんですが。うわ、なんだ。無理でしたらいいです。こけつまずいてんのこれ。分かりづらい。痛い。いや無理じゃないよ。ちょっとやるかじゃあ。この曲を聴きながら。ちょっと待ってね。多分なんですが、シューティング？え？シューティングじゃない。警棒でぶん殴るゲーム。あ、そういう話？そっちの話？あ、シューティング？これは仮面ライダー。それあれじゃない？あれじゃねえか。グラスハープでなんだよ。あのグラスで、こう、グラスの横をなんかなぞるとなるやつか。わかんねえじゃねえか、それ。シュー。ちょっと待ってね。これか。俺のスカイプどれ？この曲ムカつくの。やばい、久々にログインするぞこれ。ちょっと待て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 。はい、探すか。検索で探す。え、清水明ばりの口鼓で。懐かしいな。あんなん別にモノマネと関係ねえからな、ほんと。わかったぞ、わかったぞ。すっげえトイレ行きたい。ね、ちょっと待ってね。てか一人でいろんな楽器も聴いてミックスしてもらって曲としてウプしてもらおう。それすげえ再生数めっちゃ伸びるやつ。もしかしてゲームじゃなかったらどうしよう。俺も忘れようとしていたトイレに行きたいという言葉で言ってしまったな。めっちゃトイレ行きたいんだけど俺。裏声でハモっていたけど真似してないビジーフォーが嫌いでした。全然あれだよな。ちょっと待ってね。これどうすりゃいいんだろう、スカイプって。ちょっとこれ古すぎて名前変えたいんだけど。名前ってそんな簡単に変えられないのかな。トイレ行ってください。はい。ちょっと待って、ね。いや、トイレ？え、いやいや、いいよ。しょうがない、ちょっと。じゃあ、これで行くか。これで行くか。スカイプ ID。なんか、英語でそこそこなんか、ぽく歌えば、なんか、ふーってなるだけでしょ。アースウィンド&ファイヤーのモノマネとか知らんかな。はい。似てねえし別にあれ。英語で歌える人なだけでしょあれ。これが多分スカイプのアカウント。です。多分。多分だ。合ってんのかなこれ。懐かしいっていうかなんか俺ちょっと違うなこれあれが。画像とかなくなってんな。探します。はい。
探してください。なんだろう、これイラストなくなっちゃったんだけど、知らないうちに。ダンスマンと大差はないわけか。ダンスマン、ダンスマン、ルーレットマンとかダンスマンとか、あと誰、あと4分しかないからこれ無理じゃん。よし、次はかな、デコピンマン、トランプマン、え、トランプマン、うん、そう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 このバトレーバーって楽しかったのかな。アフロのラブマシーン作曲おじさん、え、誰、音楽がどんなだったのか、ピコピコかどうかとか。鼻歌でいいですよ。まあでも音楽あれじゃねえ、あのさ、アルファ電子かなんかのさ、ゲーセンのあのあれじゃねえ、ゲーム探し枠で一回出たさ、あの曲がこういう曲なんですけどみたいなやつ、アルファじゃなかったっけ、サンソフトだっけ、あれなんてゲームだったっけね。送りました。おい、送る送る、どうやって調べればいいんだ。デコじゃなかった、デコだったっけ、なんかアーガスみたいな横スクロールなんだけど、いいあれ来てないね、来てないね、来たらどこに出る、さんかな、そっちのね、名前教えてもらおうかなそっちの名前教えてもらおうかな、そっちの、そっちのスカイプ教えてもらった方が早いかもしれない。ここみんな大人だから変な風に使うやつはいないと思う。マーカムって書いてあるね。マーカム、嘘、アルナ、アル、違う、アルナ、アルマナの奇跡、はあ、はあ、何時今、おー1時半だった、あ、来た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 、早い早い来た、ちょっとゲーム音切るわ。どうも、あ、これ乗らないかな、配信に。ちょっと設定変えるか、ちょっとごめんなさいね、設定が多分違う。あ、男と父、男とってなんだ、音が父親、ちょっと、よく考えたらこれにしなきゃダメだった。喋れますか？あ、喋っているのかなこれ。あ、こんにちは。あれ？喋ってるよ。お？喋ってる？やばい、これ音量がからん。ディスク。喋ってんのかなこれ。もうごめん。ごめん。許可。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとだけ待って、ちょっとだけ待って。どうしよう。ちょっと待ってね。これは、ちょっと待った、ちょっとだけ待った。ねえ。これだ。おう女の人だった。若干聞こえ。いいです、いいです。どうやって音量上げればいいんだろう。どうやって音量上げればいいんだろう。はい、どうも。歌えますか？こんばんは。みんなには聞こえてないのかな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、次枠でいいですか？あと1分なんで、ちょっと、ですね。はい、聞こえてないですよね。聞こえてないですね。はい、これみんな聞こえてないね。ちょっと、じゃあ聞こえるように次までにしとくんで、ちょっとだけ待ってもらえますか？小手半だけつけといてください、じゃあ。女性と聞いてワクワクしたのに。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ね。俺これさ、スカイプ入れんの久しぶりだからわかんないんだよね。ちょっとだけ待ってください。わかった。わかった。俺わかった。これだ。これで喋れば、どうですか？喋れますか？あ、俺に聞こえない。俺に聞こえない。俺に聞こえない。ようやく癒しが。どうしよっか、ちょっと枠名変えます。ちょっと待って、そっちの声が多分今出てない。出てないんで、ちょっと。